うわ、すげえ空の色っすね。お、まっすぐでした。はい、というわけで、カズ MC です。久々にバイク乗ってますね。ちょっと今週お忙しくてですね、途中出張もあり、帰ってきてそのフォローアップがかなり夜中までかかっちゃって、家に着いた頃にはもう、乗る気力もないというですね、なかなか久々にがっつりしましたね。昨日があまりにも遅くなっちゃったせいで、今朝久々に寝過ごしましてね。で、出勤15分前ぐらいに起きて、おいって、おーってね、準備してたらですね、まあ一応その中でも、パソコンを開いて YouTube やってるかなって見たんですけど、ね、もう横浜の小さなバイク屋さんがやってるじゃないですか。かなり面白そうなライブを。で、めっちゃ見たかったんですけど、めっちゃ何かもう挨拶ぐらいしたかったんですけど、まあ、とにかく時間がなくてですね、今朝は申し訳ないんですけどスルーさせていただきましてですね、先ほどちょっと、家に着いてからこうやって出かける前にちらっと見たんですけど、面白そうですね。バイクいじりなんかやっててエンジンかかる瞬間とかありそうで、まだちょっとそこまで見れてないんですけど、今日ね、この後帰ってからじっくり拝ませていただきたいと思います。というわけでね、今回はその先日行ってきたナッシュビルっていうエリアのローカルフードでナッシュビルホットチキンというものを食べてきたんですよ。で、まあそこに行きすがらの高速道路の雰囲気ですとか、あとそのお店にね、たどり着くまでのところ、皆さんに見ていただけたら面白いかなと思いまして、でその様子を今からね、映してみたいと思います。というわけで、VTR、 VTR ってホンダの VTR の話じゃなくて、昔あったじゃないですか、 VTR スタートって。あれってあれですよね、ビデオテープレコーダーですよね。ビデオテープレコーダーをスタートしちゃったら録画が始まっちゃうんじゃないですかね。ちょっとめんどくさいですかね、こういう話するの。なんで、ね、VTR、もうそもそも、もはや、ビデオテープじゃないですもんね、今ね。何になるんですかね。というわけで、やかましくすいません。VTR スタート。で、ここからそのナッシュビルへの道すがらの高速道路なんですけれども、こんな感じのフラットなエリアからこれから山間部の方に入っていきます。なのでね、ちょっと全体的な雰囲気を味わっていただくために、ここから倍速でお送りします。で、大体巡航速度はですね、70マイルで、キロで言うと110キロですね。まあ、州によってちょっと違ったりするんですけど、こんな感じで山をね、まっすぐ切り出してまで、ひたすら無理やりまっすぐな道を作ってる感じが、アメリカっぽいですよね。ここから高速道路を降りて下道の方に入ります。で、この辺はそのナッシュビルのちょっと離れたところなんですよ。やっぱその都市からね、ちょっと離れたところが一番ちょっと浮浪者ですとかが多い、あまりよろしくないエリアが多かったりするんですけれども、この辺もね、この高速降りたばっかりの辺りはあまりいい雰囲気ではありませんでした。
んな感じの下道をずっと進むんですけれども、そう、これ多分ミキサー車なんですけど、日本と積載方法逆ですよね。というわけで、目的地の、プリンシーズホットチキンでしたっけに、到着しました。なかなか熱いローカルスポット来ました、ね、だから、あ、多分ね、同じグループってことで。ナッシュビルホットチキン、また来ました、別の店で。あ、いい感じですね。すげえな、はい。ということで、こんな感じのフライドチキンを辛く味付けしたやつで、甘辛とかじゃなくて、もう普通に辛い感じでした。辛さも選べるんですけどね。今回は僕はマイルドにしました。こういう感じのめちゃくちゃローカルな雰囲気のレストランですごい好きなんですよ。というわけで、ここからは、帰宅帰路に着きます。はい、というわけでね、メイントピックは終わったんですけど、アメリカの街並みをこの体感していただこうかなと思いまして、カメラを回してみました。こんな感じのね、下道を通って、まず高速に向かってますね。ここ信号待ちちょっと前に出過ぎましてですね、救急車今にもバンパーに当たっちゃいそうなほどね、攻めてきましたね。はい、でこんな感じで信号を進みます。あ、下道なんですけどね、アメリカはどこも広いですね。こんな形で、片道2車線対向4車線で、真ん中にマージラインって言って、あの左折右折好きに使ってねっていう車線が1個あったりします。で高速道路は基本的に料金所がありませんので、料金所があるのは、大きな都市部に行ったところだけですね。でこのナッシュビル近郊あたりまでは、そういった料金道路はありません。まあ、料金道路って言ってもね、あってもほんと3ドルとか4ドルとかそんなレベルなんで、あの日本みたいにあのここからここ区間走ったら5000円ですとか、そんなびっくりしちゃうほどないですね。というわけでこんな感じでした。はい、というわけで、ナッシュビルホットチキンの感じどうだったでしょうか。僕もね、今買いたいものが買えてホクホクで買えてるんですけれども、そうですね、で、ちょっと辛い、なんていうんですか、調味料で味付けたフライドチキンですね。それをね、四角い食パン2枚重ねて、その上に乗せて、で、ピクルスをいくつか上に乗せると。で、サイドにコールスローっていうのが、あの、ナッシュビルホットチキンのスタイルだそうで。で、普通にね、ナッシュビルホットチキンって検索するといっぱいお店が出てくるんですけど、今日行った、あの、プリンシーズっていうところですね。一応、なんていうんですか、日本でいうところの元祖、ナッシュビルチキンの発祥の店ですよって言い張ってる、お店の一つです。で今日のお店はねチェーン店なんで数軒あるんですけど、で前にね他のうちがオリジナルだよって言ってるとこ行ったんですけどね、まあ辛かったっていうのと、あと場所がねあまりにもちょっとローカルすぎる、ちょっとヤバめなエリアだったんですよ。でその角っこにあるんで、割とその内側のね、第1号店だよって言っても、あながち嘘じゃねえなと思えちゃうようなところだったんですけど、
ちょっとね、この旅行者で行くには気が引けるような場所にありました。お店の中の雰囲気もね。なんで今日行ったところはかなり綺麗になってて入りやすいですし、味もね割と、まあ、マイルドでかなり辛いんですけど、あ、辛さ選べるんですよ。マイルド、ホット、1ホット、2ホット、3ホットみたいな形で。そうで、今回は僕はマイルドを頼んだんですけど、というのも前回ね、第1号店と言ってるところ、別の第1号店と言ってるところで食べたらマイルドでもう激辛でですね、どうしようもなかったんでまあその反省も兼ねてね、今回マイルドにしたんですけど、まあ、その第1号店と言ってるところよりは今回の第1号店の方が辛くなかったです。またね、他の別のチェーン店も前回行ったんですけど、そっちの方は逆にもう全然、マイルドじゃ辛くないんで、ホットを選ばなきゃいけないんですよね。なんでかなり店によってこう味が変わっちゃうんですけどね。まあ、今日行ったところはマイルドで程よく辛かったです。で、ね、残念だったのが今回ビールで合わせられなかったっていうところがね、本来だったらビールでね、あんなホットチキンになっていきたいところなんですけど、まあ、仕事のね、出張で行ってるってことと、あとはまあドライブもあったんで、ちょっと今回飲めませんでした。残念ですけど。またね、実はこのミシシッピにも、このナッシュビルホットサンドイッチっていうのがあって、実はそれで知ったんですよね。ナッシュビルホットサンドイッチ、ホットチキンってやつを。なんで、今度はそれを持ち帰って、お家でビールで、当て込みたいと思います。というわけで、まあ、今回こんな感じで、軽く旅行先の食レポをね、ちょっと変わった形式でお届けしました。またいろんなとこ行ってね、こういう変わったものありますので、見つけたら動画に撮って皆さんに紹介できたら面白いかなと思いますので、またね、なんかこういうの何とかリクエストあったらいただけると、アイデアに尽きなくて困りますんで、アイデアに尽きて困った時にね、助けになりますんで、ぜひコメントでいただけると幸いです。とね、例の、ワイズファクトリーさんの作業動画。おー、ライダーがいたね、二人ね。絡みたかったな、今のやつらね、スポーツバイクだったね。何だったかわからないくらいのスポーツバイクだったけど、緑に光ってたのだけは分かった。というわけで、もう間もなく家に着きますんで、ワイズファクトリーさんのライブを見ながらビールで、しっぽり行かせていただきたいと思います。というわけで、今回もここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回。